い、どうもこんにちは、たかしです。はい、今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はですよ、なんと私昨日オフ会やらせていただきました。本当によかった声が出ないぐらいよかった本当によかったよ。もう本当みんなのおかげで幸せでした。本当にありがとう。で、今回来れなかった方々はぜひぜひ次に会いましょう。でですね、一応まあオフ会の全体の様子ですね、全体の様子は TV の方に、たかしず TV の方に上がっております。で、今回こちらの動画では特訓の森、その現場で挑んだ時の動画でございます。早速ですが行きましょうか。まあ一つ言わせていただきたいのは、まあ普段と違うっていうことと、緊張しているってことと、立ちながらやったってことで、まあプレッシャーがいつもの500倍はありましたそんな感じでございます。とりあえずこんな感じでした。どうぞ。はい、どうもこっちのたかしです。はい、今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日来ましたよ。これなんか違うでしょ、なんか違うでしょ。これ今ね、このカメラの後ろね、すっげー人数いるから今今日はたかし×ゲーム8オフ会、その現場でですよ、こちら特訓の森挑みます。行きましょう。はい、じゃあこの場合に出てみたいと思います。あの、美穂くんマックス、こっちもマックス、ってか全員マックスで、あのフレンドの方はなんと今現場にいらっしゃいますいや、これか、ちょっとプレッシャーがより増した。プレッシャーの今ので500倍になりました行きましょうか。特訓の森たか、イベントお願いします。オッケー。ちょどっち見たらいいんだ俺普段はなんかこっち側にカメラがあってこうやって撮ってるからなんかいつもと違いすぎてやばい。ちょっとやべえよこれ。さあ行きましょうか。ごめんよ、全然気合い入れるとこじゃないごめんよ、何回ようこそしてくれるの毎回律儀に言ってくれるな。飛ばさせてほしいよねこれね、毎回思うんだけど。はい、もうドゥーンちょっとかわいそう。はい、今エースのところに来ました。ここからが本番です。行きましょう。これ普通にもうフルで行っていいよね。あ、手すごい震える、何これあ、なんかもったいない、すごいあ、なんか、あ、待って、これスロット、こんなスロットなくて大丈夫まあ大丈夫か、いきます。とりあえずバギーから倒すね。おおもうやばいよこのプレッシャーで、まあバギーは食らってもいいと。で、ここでバギーを倒す。はい、倒します。よしよしよ、いいよ。いや、ここはそんなに喜ぶ感じじゃない緊張が、これ多分黒一旦でいけば見送するって座ってるから。というわけで、あー、どうしよう。アーロンを残してあいつに、いや、そんなことしない確実に倒す。ダメ、あぶねえ、あぶねえ。よし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 、で、ここ一旦でいけるでしょ、いけるでしょやばい、アーロンの方があれだから、あ、やべ、逆の方が良かったか。まあよしよしよし、今いいんじゃない、今いいんじゃない、これ。はい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 、この人たちね、これ毒ガスおじさんね毒ガスおじさんと、こっちからね、こっちから、こっちからいきます。これ待って、ミホークミホークでいけるかな。無理か、無理。はいナイスじゃあもうフルでいっちゃっていいね。アーロンが最後この燃えたて野郎組燃えたて組よし、いいよ、よし、いいんじゃないいいよね、いいよね、よし待って、これは冷静になって、冷静になるんだ。よし、あ、いや別に久々使ってないいやマジ全然違うからさ、いつもとなんかもう自分がわからないここでミホークじゃないよ、ソープさん使います。はい、よし、そんでアーロンから倒しますよ。他何もつかなくていいよね、大丈夫ね。よしよしよし、そのみんなのうなずきがありがたいよし、半分になっちゃうから、半分になっちゃうから、なんか倒せないか、まあいいや。あ、
しよしよしよし、あと3ターン、3ターン、はい、ああ大丈夫かな、いけるね、これ、これだ、お肉どうすんだ、お肉はいらない、いきます、あ、なんで、なんで、なんで触った、触った、いや、触りましたけども、バンナムさん、バンナムさん、私今触りました、ちょっと聞いてます、バンナムさん、触ったんだけど、いや、ちょっと、多分ね、汗、汗がやばい、汗がやばい、待って、ハチ、いける、あ、いけるか、いきます、うわもうやば、やべ、よしよしよし、ここで見ようか、2人撃った方がいいんだよね、あれ、うなずきがな、あーよしよし、ナイスみんなに引き寄ってすごい、そこら、あーそこら辺はすごい心強い、ちょっと待って待って、ミホークさんを2人撃ちます、で、ミスタースリーさんも撃つ、撃ちます、で、ミスタースリー、これ待って、使う、使う、使った方がいいです、使っていきましょうその辺すごい心強いけどプレッシャーがあるあれがあるね、側面がね、で、この女の子にこの人持ちます、チャーコンテュース、はい、いやマジでちょっと今日このまま行くとこれでいいか、これでいいか、これでいっちゃっていいか、とりあえずこのターンは行きます、ターン、オッケー、いいよ、いい感じ、でこれ3から倒すゴムさん、花草くん、花草くんが倒しましょうすごい心強い、よし、で、この3を倒した後この4ターンしっかり稼ぎます、いいですか、皆さんよし、フォーク、まあ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 、スロット揃えつつがいいんだよね、ちょっと待って、ちゃんとやべ、やりすぎちゃうとこの女の人倒しちゃうから、やりすぎない程度に、よしよしよし、よし、スロットを、スロットを整えつつ、スロットを整えつつね、スロットを整えます、やりすぎちゃう、やりすぎちゃう、大丈夫大丈夫大丈夫、まず大きな声、おお、アーロンさんで、アーロンさんがあれか、よし、いいんじゃない、これいいんじゃない、いいんじゃない、で、ここはあ、ヘルメップさんね、ヘルメップさん、ヘルメップさん使います、よし、一人切れちゃってるちょっと今のバロックアクスをあ、ちゃんと倒せたから、よしよし、そんでタシギさんから倒す、タシギさんから倒します、よし、ごあめ、なんで順番が、あー待って、逆だったかな、まあいっか、あーこれスモーカー倒せっかな、あースロット揃った、これいけるかもしんない、よしよしよし、頼む、スロット来て、まあ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 、自分で何が起こったか、今何が持たなかったのか気づいてないっていう、これやばすぎちゃう、あ、削りすぎちゃう、そうだ、ほんとだ、なんで気づかなかったの俺今いや、これやばくない、だいぶこれだいぶやばいよねまあ、3ターンちゃんと稼いでやれるだけのことはやろう、それでいこう、いきます、いや、やれるだけとかじゃなくてえ、これやばくない、え、そうか、このスモーカーは弱くなると
こういうことしてくるんだ。倒せる？倒せなくね？戦場効果なしだもんね。無理だよそんなの。そんなの無理だよ。これ無理じゃん。結構序盤で無理じゃん。結構序盤じゃん。嘘。頼む。まだわかんないかな、まだわかんないかな。ちょっと待って、じゃ落ち着かせていただいて。落ち着けないよこの状況で。よしよしよし、お肉をいっぱいください。万能さん。お肉いっぱいくれないかなこの状況で。どうしよう、とりあえずまあ一旦稼ごうかな。いやこれ非常にまずいね、まずいね。スロットを変えましょう。次も麦わら。次まだ麦わらじゃない。2時か。そこでそうか、カニで貯めなきゃいけないんだけど HP がない。なるほど。よくできてるゲームだ。ちょっと待って、マジか。とりあえずまあ強い人からスロット変えちゃおうか。倒せないことはある。あ、そう、びっくりした。あ、危ない危ない。なるほど。で、ここでウソップさんを使います。ウソップさんを使います。 OK です。うん、ウソップを使ってカニさんを一体残したんだよね。よし、いきます。あ、なんで。あ、やばいやばいやばい、もうすごい、やばいやばいやばいって。これ無理や、もうこれ無理なやつや。もうやれるだけやろっかな、じゃあ。もうこれ無理やんけ。もうこれ無理やんけ。あ、俺の棺船が。やれるだけはやるけどね。あ、もうなんかほらパニクってるよ私。ちょうどもうぐちゃぐちゃだ。ちゃちゃ。何が起きてるか分かんないし、それ人生で今一番汗をかいてます。これ待って、もう分かんない。とりあえず倒すか。とりあえず倒したら次のメニューはいけるから。まあ、でもウソップがたまんないんだよね。だからね、ウソップが見送りためらんないんだよね。はあ。もう未来は分かってるけど、やれることはやろう。よしよし、はいはいはい。あれ倒せないかな。あぶれあぶれ。まあ一応ね、一応まあ無限の一幕でいけたっていう記録には残るから。言い訳。ここでミホークさん、ミホークさん、はい、やれるだけやろう。そんで、OK、はい。そう、そういうこと。で、この人にはあろう。OK。いや、まあこれ、多分これ、なんか全員分かってると思うけど、この今の時間何って思ってるでしょ。いやでもまだ可能性ある。ないよな。いやで、いやでも何も、とりあえず倒すだけ倒そうか。倒すだけ倒します。いけるか。
一応ね、一応強くもなよ、ありがとうございます。一応妙子まで来ました。さあさあ、もうクソもないんだけどね。で、だってもうこのターンで倒さなきゃ死ぬ。まだわかんない、諦めない男、それが高橋、行きます。行くぞ、ほらー、うわー、らー、くらえ、ほらー、ほらー、ちょりゃー、しゃー、ほらー、ドンペーレー、ファンジャー、せー、どうだよ、せー、せすいませんでした。いやー、ミスった。いやー、もうちょっとでもなんか勉強になりました。スモーカーをとりあえず残す。いやー、負けちゃったよ。いや、スモーカーだね。いや、今思ったんだけど、これ前もやった気がする、俺一人でやった時。いやー、そんな感じですか。皆さん、ちょっとせっかく助けてもらったのに負けてしまいました。すいませんでした。まあでもね、今日これからまだまだ長い時間ありますから、楽しんでいきましょう。どうぞ。あんまり誰も反応してくれない。多分それ、その俺の今の笑いよりもなんで負けたんっていうのが多分上だったんでしょうね。はい、そんな感じでございました。はい、そんな感じで、じゃあクエストは、はい、そんな感じでございました。ね、情けない。いや、でもね、今自分でも見てて思うんだけど、え、なんでって思うよ、ね、本当に。もう言い訳とかする人俺すごい嫌いなんだけど、本当に言い訳とかそういうする人ちょっとすげえダサいと思うんだけど、やっぱあれはね、やっぱあったよね。立ってたし、もう本当立ってたし、みんないたし、うん、プレッシャー半端なかったし、うん、しょうがね。すいませんでした。もうちょっと本当にね、もうマジで当日みんなに、あの、早くクリアしてくださいって言われちゃったから、もう半分以上の人クリアしてたからさ、ちょっと近々本当にクリアしますんで、ぜひその動画も楽しみにしててください。はい、一応ね、その日、あの、ガチャも引いたので、その動画も、あの、近々上げたいと思いますので、そちらも楽しみにしててください。はい、でですね、一応当日の様子をゲームエイトさんが記事としてまとめてくれました。もう本当にありがたい、何から何まで、もう。なのでね、一応あの当日の様子ちょっとね見たいって方は、一応そちらゲームエイトさんの記事ね、ちょっと見てみてくださいよ。はい、でですよ、今回来れなかったのために次回開催決まりました。よいしょ。で、一応3月28日の土曜日でございます。3月28日の土曜日、おそらく会場は東京でございます。ちょっとね、どうなるか分かんないんですけど、おそらくね、まあ東京でやらせていただきたいと思います。地方の方本当にごめん。ぜひ来れる方は一緒にその時またガヤガヤしましょう。でですね、次回もおそらく僕のメルマガに登録されてる方を先行で、あのチケット販売等なると思いますので、一応メルマガまだ登録してないよって方は、この動画の概要から登録できるので、ぜひそちらで登録してください。無料です。で、今のところ本当週1で送らせていただいてるので、あれ登録したのに全然来ないんですけどもっていう人は、なんかやっぱり迷惑メールとかになっちゃってると思うので、一回ちょっとその設定をし直してみてください。でですね、一応 Gmail とか Yahoo メールが一番そういうのに引っかからないっぽいんですよ。なので、ちょっと今から登録される方で、なんか現時点でもう来てないって方はちょっと面倒なんですけれども、あの Gmail とか Yahoo メールをちょっと登録していただいて、そういった無料メールで受け取ってもらえると、多分毎週多分届くと思うんだよね。で、それで迷惑メール対策していただければ多分絶対届くと思うから、ちょっと面倒ですが、ぜひぜひそちらね、多分次のお送りとかも、てか基本的に全部先行はそこの、メルマガでやらせていただいているので、ぜひまだしてないよって方はそちらでやってみてください。はい、そんな感じでございました。今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、またいろんな動画上げていきます。また見てください。はい、それじゃあ、高橋でした。明日も頑張っていきましょうぜ。またねー。